ルイーズ・アンリエット・ド・ブルボン・コンティは、オルレアン公、ルイ・フィリップ一世の日。独身の頃は、マドモ・ワゼル・ド・コンティと呼ばれた。コンティ公、ルイ・アルマン二世と、ヒ・ルイーズ、エリザベートの娘として、パリで生まれた。1743年12月、当時シャルトール公だったルイ・フィリップと結婚した。シュート・オルレアン公ルイは、息子の花嫁探しに大変苦労したため、 キリスト教徒として気高い見本であるとか、信仰が熱いとか、そういった女性に求められる美徳を、あまり重視しないようにし、少々良くない評判があっても目をつむることにした。なお、ルイーズ・アンリエットの兄、ルイ・フランソワ一世は、オルレアン公、ルイのスエイモーと、ルイーズ・ギャール・ドルレアント1732年に結婚している。結婚後、ルイーズ・アンリエットは、 オルレアンコールイが嫁に求めた美徳とは正反対の女性であることが明らかになった。彼女は身持ちが悪く、不死だらで絶え間なく終分を巻き起こした。三人産んだ子供たちのうち成人した二人、ルイ・フィリップとルイーズ・マリーはルイ・フィリップ一世の子供ではないと言われていた。ルイーズ・アンリエットは長年の宝刀で健康を悪化させ、33歳で死去した。 フランス革命の最中、ルイ・フィリップ2世は処刑の恐怖から逃れるため、自身がルイ・フィリップ1世の子ではないと公言したが、パレロワイヤルの法廷から、父親と著しく似ているという判断を下され、後に処刑された。ありがとうございます。